はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのデラックスマキシマム ITX ガチャットです。2017年3月25日本日発売のエグゼイドがレベル99に変身するためのガシャットですね。はい、またこれも M が作り上げたガシャットになってます。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、せーの。はい、こちらがマキシマムマイティ X ガシャットですね。はい、ガシャット的はデュアルとデュアルベータ、うん、あれと同じサイズかな。うん、じゃちょっと違うのがこの部分でね。そうだね、ボタンみたいなのがついてるわけですね。うん、A って書いてある。 A って書いてある、ほんとだ、 A って書いてある。ここにエグゼイドの顔が入ってますね。はい、これすごいガシャットだよね。うん、この辺はゴールドだね、今回ね。うん、かっこいい感じになってますね。はい、絵柄はこのような感じになってます。はい、ここにボタンっぽいのがあるね。うん、これ多分このスイッチを押して戻すためのボタンでしょ。あ、なるほど、ここを詰まって、うん、なるほどね。うん、ほんとね、なんかでかいのは何なんだろう。これなんだろうね。うん、なんだろうこれ、わかんない。ガシャッと刺してここに戻させる感じ。あ、ほんとだ、なんかそうだね。そうなのかもしれないね。はい、ではデザインシートを取ってください。はい、よし、じゃあ鳴らしてみましょう。はい、もう一回押してみようか。うん、ゲームスタート。うん、うん、次ステージセレクト。おお、今回ステージセレクト初だね。うん、次ミスミス、あ、ゲームオーバー。ああ、こっからなんかランダムでなんだよね。うん、ミスとゲームオーバーかパーフェクトゲームクリア。そう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 、ようやくなった。じゃあ現場ドライバーにセットしてみましょう。はい、マキシマムマイティ X。 マキシマムガッシャット。お、開く。うん、やったー、レベルマックス、最大級。お、来たってる、レインボーに。すごい。うん、で、A ボタン。すごい、うん、音がすごい大きかった、うん、すごい今回ゴージャスだね。うん、LED がすごく光る。うん、じゃあ続いて必殺技いきましょう。はい、決め技、マキシマムブリッジアルトブレイク。ブレイク、じゃあギアホルダーにセットしてみましょうか。はい、マキシマムガッシャット、マキシマムポリティカルストライク。会心の一発。これはストライクだったね。うん、ちなみにこれ、これはなんないけど、ガサコン必殺だ。はい、お願いします。はい、で今回我々はですね、いつもの変身対決とかではなくて、うん、変身変顔対決したいと思います。最初に変身はないんだけど、変顔、ほらマキシマムマイティ X ってさ、これ最後顔がポエンって出てくるでしょ。ああ、この部分をうちらやりたい。ここ、ここからこう、うん、うちらが変顔で出てくる。あ、こんな感じ。そうそう、どっちが面白い変顔で出てくるでしょうかって対決ですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。どっちからやる。じゃんけんしようか。最初はグッ、じゃんけんぽい。じゃあパパからにしよう。はい、どうぞ。変身、マキシマムマイティ X。 マキシマムガッシャット、やったー、レベルマキシマムパワー。はーい、
い、どんな感じでしたか？面白かった。全身くんお願いします。はい、パパ持ってよか。マキシマムマイク X。 マキシマムキャッシャット。やったー。リベルマックス。マキシマムパワーフレッシュ。はい、多分いい感じだったね。ということで、今日はどっちが面白かったのか、こちらでアンケートを用意してますので、お答えいただければなと思います。はい、はい、ということで、今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスマキシマム YTX ガシャットでした。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、いいねボタンお願いします。はい、そしてお友達にもぜひ教えてあげてください。はい、はい、それとチャンネル登録もよろしく。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。